皆さんこんにちは。神田正輝と結婚したアイドルでおなじみの松田聖子さん。松田聖子が4年ぶりのメディア暴露され今の姿、神田沙也加の死因について紹介します。まずは松田聖子さんの経歴とプロフィールから紹介します。日本の音楽シーンにおいて松田聖子はアイドル、歌手、そしてシンガーソングライター、女優としての多彩な才能を持つ著名人だ。彼女は弊社株に所属し、身長は160センチメートル、体重は42キログラム。彼女の出身地は福岡県久留米市荒木町で、 A 型の血液型を持っている。日本のアイドル文化における象徴的存在であり、1970年代に山口百恵が芸能界を去った後、彼女がそのバトンを引き継ぎ、デビュー感もなくして数々のヒット曲を生み出した。しかし松田聖子の影響力は音楽にとどまらず、彼女の髪型や生き方など日本の大衆文化においても大きな足跡を残したカリスマ的存在だ。2021年12月21日に沙也加さんの事務所はこういうコメントを発表している。本日ご親族のご希望により密葬という形で家族にて葬儀を執り行わせていただきましたことをご報告申し上げる。警察による詳細な検証の結果、事件性はなく転落による多発外傷性ショックが死因であるとの報告を受けました。転落の原因につきましては神田本人の名誉と周囲の方々への影響を踏まえて公表を控えたくお含みいただけましたら幸いです。そして最後にこう付け加えた。なおご親族やご友人のプライバシーに関わるような記事の掲載、過剰な取材行為、インターネット上での根拠のない誹謗中傷に関しましてお控えいただけますよう改めてお願い申し上げます。両親はじめ関係者の心痛を思えば当然のことだろう。その夕方、神田正輝、松田聖子両人も囲み会見に応じた。父親の神田正輝さんは、しばらくの間そっとしておいていただけたらありがたいと思いますと話した。続いて松田聖子さんが、本当に皆さんお寒い中申し訳なかった、ありがとうございますと涙をこらえながら頭を下げた。神田沙也加さんが亡くなったことについてはそれ以降報道も減っていった。ただ報道を見ていて多くの人が気になったのは、テレビやネットニュースなどが必ず末尾に命の電話相談室などの連絡先をつけていたことだろう。2023年12月18日、神田沙也加さんの訃報から2年が経過した。その突然の知らせに全日本が悲しみと衝撃に包まれましたが、一番深い悲しみを感じているのは彼女の両親、松田聖子さんと神田正輝さんであることは間違いないでしょう。沙也加さんが亡くなって2年の月日が流れた。その間、聖子さんと神田さんは愛する娘を亡くした深い悲しみと戦い続けてきた。沙也加さんの訃報を受け取った聖子さんは、予定されていたディナーショーの開催や第72回 NHK 紅白歌合戦への参加を含むあらゆる芸能活動を一時停止し、自宅に閉じこもる日々を送った。それでも2022年1月末に夫と共に行った菩提寺での四十九日法要を経て、3月には予定されていたが中止となったディナーショーの代わりとなる公演を行い、6月には全国ツアーを開催することを発表するなど、徐々に芸能界へ戻る道を歩み始めた。それでも心の奥底では亡くなった娘に対する深い愛慕の感情があり、そのことが彼女の行動に表れていた。ファンクラブのニュースレターで彼女は信じられないという感情や、自分がもはや前に進むことができないと感じた瞬間を打ち明けている。さらに沙也加さんとの大切な思い出が詰まった場所を放れたり、彼女が生前に愛用していたハンドミラーを今も使い続けることでその悲しみに立ち向かっているのだ。2021年11月、聖子さんが監督デビュー作の特別上映会で感動のあまり涙を見せた。天国はお花畑で満たされた美しい場所に違いない、だから映画のヒロインと沙也加もそこで幸せに過ごしているはずと語りながら、最終的には沙也加に会いたいと涙を流した。聖子さんはディナーショーやコンサートツアーを毎年行い、ファンの前で情熱的に歌い続けている。最近あるカフェで
仕事のミーティングをしている聖子さんを目撃しましたが、前に比べて少し体重が減ったように見えた神田さんは、聖子さんと同じように積極的に活動を続けている人物だ。彼は朝だ、生です旅サラダという番組で長い間 MC を務めており、特にさやかさんが亡くなった後の2021年12月25日に放送された回では、悲しみを抱えながらも堂々と出演した。その後も番組から離れることなく活動を継続しており、去年の3月には番組関連のイベントにも出席したことがある。異変がささやかれている旅サラダで休むことなく活躍してきた神田正輝だが、頬が痩せこけ、白髪が目立つようになった姿で登場し始め、SNS では彼の健康を心配する声が増えている、大丈夫かな、や病気かもしれないなどのコメントが寄せられている。2023年11月18日の放送では、体のメンテナンスが理由で欠席し、次の12月2日の放送ではしばらくの休養が告げられた。長期休養が予想され、神田の健康に対する深刻な懸念も報じられている。聖子と神田は憔悴しつつも自己の役割を果たしてきた。さやかさんが亡くなってから、聖子はテレビへの出演を控えている。音楽番組から聖子さんへのオファーが絶えずにありますが、全て断っています。それでも彼女はコンサートやディナーショーを精力的に行っており、歌への情熱が消えたわけではない。ただ悲しみが言えぬ中、支えてくれるファンの前だけでなら歌えるのでしょう、とは音楽関係者の言葉である。さやかさんの歌を歌いながら涙を流す聖子さんの姿がコンサートで見られたこともあるが、最近のツアーではさやかさんの曲は演奏されていない。さやかさんの死後まだ2年ということで、聖子さんは前向きな気持ちと悲しみが交錯しているのかもしれない。一方、さやかさんの父である神田正輝は、娘が亡くなってすぐにもかかわらず気丈にテレビ出演を続けている。さやかさんが亡くなった1週間後には、朝だ、生です旅サラダの生放送に出演し、僕は元気だとコメントしたとのこと。しかし神田もまた痩せた姿が注目されている。旅サラダの仕事をしているだけで、メディアからの取材にはファスティングをしているからと答えているが、毎週の生放送ごとに視聴者からは彼の痩せた方に対する驚きや心配の声が上がっている。体が明らかに小さく見えるとの声もある。2023年7月下旬には本誌が羽田空港で旅サラダへの出演のために向かう神田を目撃。35度を超える暑さの中、彼は7分上のカーディガンを着用していた。聖子さんと神田さんの同時激痩せについての心配が広がる中、さやかさんの三回忌が迫っている。この三回忌を前に、就活カウンセラー協会の代表理事である武藤依子さんは三回忌の意義について語っている。三回忌は個人と向き合い、扶養しながら自己の心を整える機会だ。しかし親が子より先に亡くなることを想定していたため、子が先に亡くなると心の整理が難しくなりがちだ。個人を亡くしてから時間が経っても悲しみが完全に言えない家族も多いのですと述べている。松田聖子さんはこれまで3度の結婚と離婚を経験された。彼女の最初の結婚は映画で共演した神田正輝さんとで、1997年に離婚。その後1998年には6歳年下の歯科医師と結婚しましたが、この結婚も約2年半で終わった。そして2012年には一般男性の川名博正さんと再婚を発表した。彼女の結婚生活には様々な噂が絶えず、特に最初の2回の結婚では不倫が原因で離婚したとされている。さらに3度目の結婚も破綻の噂があり、元マネージャーとの不倫が原因ではないかとも言われている。アイドルとして恋人関係にあった彼らの交際はオープンで、しかし1985年には破局会見を開いた。このように松田聖子さんのプライベートは常に世間の注目の的であり、その恋愛や結婚生活には多くの話題がある。2012年6月13日には自分の公式ウェブサイトで一般人男性との結婚を公にしたんだ。そのお相手は司会の川名博正さんであることが
明らかになったね。でもね、彼らが最初に出会った時、川名さんにはすでに家庭が存在していたんだよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。